今日のタックルなんですけども、電動リールはダイワの CR3、糸の方がバリバスのワカサギ PE の0.155です。それに、可変ソケットですね、バリバスので。今回の穂先なんですけども、バリバスの 285FX、えー、この穂先はですね、ファースト気味、まあ、先調子気味の穂先になってます。で今回狙う まあ魚、倒産魚がメインになるんですけども、倒産魚とへのこの水深ですね、今3.8メートルなんですけども、そのバランスを見て、この竿でとりあえず始めてみようかなと。で、重りは3グラムからとりあえずスタートしてやってみます。それで、まあ、餌なんですけども、まあ、メインに使用する餌はホンラビットですね。えーそれで 朝一なんでちょっと切らないでとりあえず様子を見てやってみようかなと思います仕掛けはですね右側の仕掛けがバリバスの白虎の1号狐の1号でこちらの左側が山中湖4段誘いまあちょっとバラじゃあんまり馴染みのない仕掛けなんですけどもちょっと様子見がてなこれでやってみようかなと思います、えー、それでは 実調の方をスタートしてみようと思います初め本ラビットカットしてないんでちょっと搭載魚が食いづらいかもしれないんですがその辺はちょっと様子を見てこんなんですからね今年の桧原湖はこれが普通サイズです今シーズンこれより小さいのもかなりいます でまあ、釣り方っていうか誘い方なんですけどもあんまりオーバーに誘わないように軽めの誘いでちょっと当たり自体も小さいんであんまりこう激しく誘っちゃうとその後の誘いがあの誘いっていうかその後の当たりが取りにくいんでちょっと小さく。 見やすくもう穂先が動かないようなあたりが結構多いんでその辺をちょっと今日は解説できたらなと思います。それで結構当たりがあって合わせても乗らないことが多いんでいちいち巻かないようにある程度聞いて乗ってるか確認してからスイッチオンで。 巻いいいた方が効率はいいですね、えー、と今はそこですねそこから1メートル以内をメインにちょっとちょっとこっちの右側だけカットして様子見てみましょうかホンラビット半分に。 いないとカットした時は小さいように見えるんですけど水を吸って膨張するとまた大きくなってしまうんでその時はまた交換しますで上の方はちょっと大きめのサシをつけて寄せを狙おうかなとちょっと魚上ずってきた 今の時期なんかだと結構氷の直下で釣れちゃったりするからまあいろいろやってみるのもいいですよねうんちょっと上げてみましょうか2 5メートルあ来ましたね <laughs> 小さい ちょっと浮いてるのは小さいかもしれないですねこれそこそこの方はましましですね本ラビカットしてない餌で食ってます意外と餌大きい 大きいワカサギが好んで食ってくる傾向まあ館シーズンも氷上時期も結構あるんですよね。だからわざとカットしないででかいサシ1匹そのまんまつけてそこにでかいのを集中して食わしたりとかそういうこともやってますね。